どうも、こんにちは、弁当です。え今回は、蒸気圧効果と、沸点上昇、凝固点効果の話をしていきたいと思います。えまず、この現象が起きる状況っていうのがですね、状態っていうのがですね、不純物が入ってるっていう状態になります。溶液中に、不純物が入っている状態と。えー、これが前提になります。なので、例えば、こういったビーカーがある時に、まあ、普通はこう、水があるわけですよね。 で、この水の中に不純物が入ります。不純物といっても、例えば食塩だったり砂糖だったり、そういった粒が、あ、ちょっと見にくいね。入ってくるわけです。で、こういった粒が入ってくると、どういう状況が起きるかと。で、ここが一番大事なんですが、状態変化しにくくなるんです。状態変化しにくくなる。で、今はもっぱらこ、もっぱら、この、 ね、溶液っていうぐらいですから、この水,水色で書いているこの物質は液体なわけですよね。で、ということで液体というものを基準にして考えます。つまり液体から固体という凝固、それから液体から気体という、まあ、気か沸騰、そういったものが起きにくくなるわけです。起きにくくなるわけです。で、もっと具体的に言うと、 状態の、あの、物質の状態図っていうのがありますね。状態図。状態図っていうのは、えー、っと、ポイントとしては温度と圧力です。温度と圧力が、その状態にし、えーまあ及ぼす影響を考えています。なので、こちらに温度を取ります。で、こちらに、え圧力を取っています。で、こんな感じです。 ちなみにあのここが今右下がりになっていますでここが右下がりになっていると、えー、水の状態図となりますここがもし右上がりになっていた場合は水以外の状態図多くの場合は二酸化炭素の状態図になりますで、えー、そうですね左から高液気ですあの温度だけ見てやると分かりやすいんですが高液気となりますでこの状態図における 話をしていきます。今、状態変化しにくくなるわけですね。で、基準が液体なんです。ということは、液体から別の物質になりにくくなるので、単純に液体のゾーンがこう広がるんです。広がるんです。だから、例えば、ここが、大気圧だとします。なので、大気圧中のことを考えると、ちょっと、縮小し,しようか。大 <laughs> 気圧中のことを考えると、普段であれば、 固体体体体とと液液のの境境界界線線が0度で、液体と気体の境界線が100度なわけですよね。なんですが状態変化しにくくなったことによって今からピンクで書きます、えー、とここが0ル δ t という形で凝固点効果が起きてでこっちもそうですね境界線が変わりましたのでここも 100+Δt' となってこれも沸点上昇が起きてるわけです。 いいでしょうか。これが蒸気圧効果、沸点上昇、凝固点効果の、えー、メカニズムになります。不純物が入っていると状態変化しにくくなるっていう性質があります。いいでしょうか。で、今からその理由を説明していきます。不純物が入っていると液体から他の物質になりにくくなると。じゃあなんででしょうか。まあ、わかりやすいのが凝固点効果なので、凝固点効果から行きましょうかね。そうすると、この辺に氷があるとしましょう。 で、氷の中に不純物は入りません。だから、普通さ、なんかこう、食塩水みたいなのを溶かしていて、まあ、これ、NA プラス、または CL マイナスと。まあ、食塩ですね。食塩の原材料の NA プラスと CL マイナスになっています。このように、あの、不純物を入れておきます。で、この氷の中には Na、NA プラスや CL マイナスは含まないんですね。 ももっぱら水 H2O っていう物質だけが状態変化してここに固まっちゃうんです。で、普段であれば、あのー、温度を下げていくと、ここら辺にいる水分子がここに仲間入りしようとするんです。で、水分子が仲間入りすると、ここの境界線、ここの表面を越えた瞬間に、この液体の水は固体に変化します。で、こいつもそうです。固体に変化します。なんですが、不純物が入っていることによって、溶たま この辺の不純物が、えー、この辺の液体の水が、ここに侵入してくるのを妨げるんですね。で、それが時たま起きるわけです。例えば、ここ、この辺の水が、こういうふうに、不純物によるバリアで跳ね返されちゃうわけですね。こういうことが時たま起きるので、確率論的に、固体になりにくくなるわけです。つまり、固体に、仲間入り、 しづらくなるわけです。図は図はこっちですね。しづらくなるわけです。ということで、えー、不純物があると状態変化しにくいと。でこれ同様に気体でも言えて、例えば沸点上昇なので沸騰をあのー、考えていますね。そうすると沸騰する時ってこの辺にあのバブルができるわけです。バブルあの泡ができるわけですね。気体の、えー ボールみたいな球ができるわけですでそうするとこの気体の中にえー、っと例えばここら辺に不純物がいたとするとこの不純物がこの辺にいる液体が本当はこの中に入ってこれるんですかでこの境界線を越えた瞬間にこの液体の水は気体に変化しますで気体に変化したいんですがこの水がこう跳ね返されちゃう時が時たまあるわけです つまり、確率論的にえ、なんだろう、気体のゾーンに仲間入りしづらくなります。ちょっとめんどくさいので、ここに書きます。気体に仲間入りしづらくなると。ということが言えるんですね。なので、結果的に気体になりづらい。気体になりづらいと。ということが言えるわけです。いいでしょうか。で、次に上気、上下圧交換のメカニズムも言っておきます。 蒸気圧効果のメカニズムは、まあ、これも大体似たようなもので、蒸気圧っていうのは、あの、蒸気ですね。なので、このようにあの、液体中のバブルは考慮せずに、単純にこの中の液体が、こっちに飛び出そうとします。で、こっちに飛び出そう飛び出そうとするもんですから、ある程度この辺に液体の水、あのさ、気体の水。気体の H2O が、この辺にバーって存在しているわけです。 なんですが、不純物があると、もともと外に出れていたはずの液体が、こうやってバリアを受けてしまいますから、バリアを受けた結果、この空間にある気体の水っていうのが減っちゃうんです。すっからかんになるの。で、すっからかんになると、まあ感覚的にわかりますよね。すっからかんになると気圧が下がるんです。なので、この現象のことを蒸気圧効果と呼んでいます。いいでしょうか。 で、僕らが絶対覚えておかないといけないのが、沸点上昇と凝固点効果の公式です。で、要するに、不純物が状態変化の邪魔をするっていうことだったんですね。で、不純物が状態変化の邪魔をするということだったので、えー、っと、この沸点上昇凝固点効果。沸点だったり凝固点の温度変化をデルタ T としましょう。で、不純物の濃度に依存するんですよ。 なので、M という濃度を考えます。で、この濃度は、モルマイ、キログラムとなります。いいですかで、これを質量モル濃度と言いました。質量モル濃度は注意点があって、えー、このキログラムが溶媒のものなんです。質量モル濃度だけは、溶媒と溶質の比率を単純に計算しているだけです。で、こちらが溶質です。 普段は全体に占める溶質を考えています。で、これ3番目の濃度で、1つ目が質量パーセント濃度。で、質量パーセント濃度はグラムマイグラムという形です。<laughs> で、かける100ですね。えー、グラムとグラム質量だけ考えています。で、こちらが溶質。で、こちらが溶液ですので、全体ということを意味します。それからモル濃度っていうことを、 考えますね。モル濃度はモルマイリットルです。で、リットルっていう風に言うと体積ですので、溶媒と溶質を分けることができません。なので、えー、溶液、すなわち全体の話をしています。で、こちらはあの、溶質です。だから分子は一貫して溶質なんですけどね。はい。まあ、つまり濃さです。濃さ。食塩が入っていれば入っているほど邪魔する度合いが増えるわけなので、もちろん、 ね、濃度に比例するわけです。<laughs> で、次に、えー、っと、比例定数 k っていうものがあります。で、この比例定数 k を掛け算して、まあ、この比例定数 k というのは、あの、行古展開、沸点上昇の起こりやすさです。はい。ということで、この基本式を踏まえて、二つ公式があります。で、二つ公式があるんですが、ほとんど形は一緒になります。 じゃあ行きましょう。えっ、ー、と、まずは、デルタ t イコール、k の b かける m スターとなります。で、なぜスターと書いてるかというと、あの、邪魔する度合いなので粒の数が大事です。なので、NACL であれば2倍しないといけません。例えば NACL が0 2 0モル加わったとすると、これは倍して0.2、0 4 0モルとカウントします。CACL2 であれば、例えばこれが0 3 0モルだった場合に、 えー、0 9 0モルという形で、えー、カウントしないといけませんで次です、えー、ああこれボイルっていうのはボイリングポイントですねなので沸点上昇を考えるときの公式ですで一方こっちが、えー、凝固点効果を考えるときの公式ですであのー、濃度の考え方は同様です2倍したり3倍したりする可能性がありますいいでしょうかはいということで はいでもう一つ、あのー、知っておかないといけない話がありますえー、とっと冷却曲線と呼ばれるもので冷却曲線と呼ばれるものでこういう形です、えー、冷却時間と 温度の関係を見てみます。で、例えば、えっ、ー、と不純物がない場合はこんな感じになります。こんな感じですね。こことここが平行になります。これが不純物なしです。 で、不純物がある場合どうなるかというとこうなります。ここが傾きます不純物ありですで、あの僕らが問われることはまずここのエリアです。えー、ここのエリアがえっ、ー、と。 液体なんです実はであのー、凝固点を下回っているんですがこれは液体になりますなのでこれのことを過冷却という呼んでいますでここで初めて氷の粒が現れ始めるのでここから凝固開始ということになります凝固スタートです でここのエリアというのが液体と固体が共存しているエリアです液体と固体が共存していますいいでしょうかで凝固点はどこでカウントするかというとここを凝固点としますえ本来ここで固まり始めないといけなくて加齢却が起きたせいでこういう谷ができているのでこのオレンジの点こそが本来の凝固点になります なので、えっと、ここを極小値だとすると、えー、これも一緒ですね。あの、こう挿入して、こういうふうに。ここが本来の凝固点なんですよ。ここを本来の凝固点としないと何が起きるかというと、あの、だって、何、何かしらのバグが起きて、こう、過齢客が起きて、極小値を境に、凝固スタートという形になるじゃないですか。 なので本来はこのオレンジオレンジって言っても分かんないですねここの点を見てここの点で凝固が始まるのが筋なんですよなので本来であればここが凝固点になりますなのでここを凝固点と考えます <laughs> はいでこことここはあの液体と固体が共存していますでここの固体と液体が共存していてなんで温度がえーね 一定かというとこれはあのえー、っと <laughs> 液体が固体になるにあたって生じる、えー、エネルギー、えー、そういったものが一緒なんです何言ってるかわかりますかねえー、っとおお,おうんなんて言えばいいかな冷却してるわけじゃないですかこれね今温度をれ冷却してるわけですよで冷却してるんですが 奪ってていいいるる熱熱量量分分と等しい分の発熱量が生じているわけですだからあの液体が固体になる時ってあの発熱するじゃないですか発熱反応なんですねだからあの固体と液体の部分が固体っていう形でこう凝縮するのでこう位置エネルギーが運動エネルギーに変わって熱エネルギーに変わる反応ですよね だから発熱反応が起きたからには <coughs> あの熱エネルギーが発生しているわけです。だから熱エネルギーが発生している分と今冷却している分が等しいんです。つまり日本語にすると,、えー、っと発熱量と、えー、冷却により 奪っている量奪っている熱量が等しいのでここは発熱反応ということでまあ温度が一定になるわけですでそのロジックで言えば下側のこの緑のこ緑線も傾かなないはずなんですよな,なんでかというとこれは正しいはずじゃないですか じゃあなんでこっちは傾いちゃうのかというとこれはあの簡単です例えばちょっとアニメーションしますねこういうふうに固体が浸食していますそうするとこの今不純物があるんですがこのようにどん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 大きくなります大きくなりますそうすると液体のゾーンが狭くなりますで液体のゾーンが狭くなることによって不純物はこの辺に押しやられちゃうんですどうなってます 不純物は濃くなっているわけです。なので、えー、どうしようか。例えばうんどう書けばいいかな。えー、っとえー、っと凝固することにより、えー、溶媒の 体積が減少するためするのに伴いうん濃度が増加しえー 凝固点効果が起きるからつまりあの濃度がどんどん,どん,どん増えてってるわけです。濃度が今増加しているわけです、このように。で、濃度が増加するとあの凝固点効果が逐一起きる形になります。なので、 凝固点効果が起きます凝固点効果が起きますということで徐々に徐々に温度が下がってるわけですいいですかねこの辺はしっかり理解しておきましょうということでここまでにしたいと思いますありがとうございました